やあ。父さんがギニューに？え、違う。ギニューが父さんになって？あ、すみません。どうか父さんをお願いします。後のわけのわからんやつら、お前たちがジャンプンで。そりゃないですよ、ゲニューってさ。ジュリスが。天才。おい、クルド。お前はフリーザ様にドラゴンボールをお届けしろ。いいな。わかりました。なんか今日体調機嫌悪いな。あいつの強さもヤバいけど、ベジータもやっぱとんでもねえやつだったぜ。でも、なんだか様子がおかしくないですか？父さんの様子も心配ですが、今一番警戒すべきはギニューです。本来ならギニューはここへ来たことはないはず。すでに歴史。気を解放しろ。お？こいつは意外だったな。あのチビたち、戦闘力が1万を超えやがったぞ。こりゃ面白くなってきた。宇宙戦でやったイメージトレーニングを思い出せ。はい。確かに皆さん強くなってきた。ですが、ギニューとリズムの相手では厳しいでしょう。なんとか皆さんを守って僕ら倒してください。どいつもこいつもチョコバカと小バカし。やっぱり君は体調機嫌悪いよ。また体調のケーキ勝手に食べたんじゃないのか。食ってねえよ。この間のも俺じゃないって言ってんだろ。嘘つけ。
嘘じゃねえよ。どうした、貴様の力はそんな程度じゃないだろう。そろそろ飽きてきたかな。もう終わりにしていいか。リクエムウルトラファイティング。おオーラが食い止める。キリン、ボアン、おめえたちドラゴンレーダーでボールを探しすぎ。奴らの宇宙船ってとこにあるの。その方角から兵士たちも感じねえしな。オラもすぐ行くから。誰が手を出せと言ったか。しかし大丈夫。ほら、向こうも二人ですし。いい、ちょっと肩をつけるぞ。はい、てるんだ。貴様が強いからだ。ん？チェンジ！いや、いけない！なんだ？まさか。がかぶってしまうなんて。ひとまず落ち着いてください。大丈夫、きっと元に戻れるチャンスもあるはず。キニは悟空さんの体を狙っていたわけですね。はい、貴様なんてことをしてくれたんだ。すいません。美的センスのかけらもないではないか。すみません。なんだか様子がおかしい。両手もさっきまでと違うし。おい、まさかおめえ。さすがは悟空さん、気づいてくれたようですよ。なんかよくわかんねえけど、あっちなんだな。よし、おっとっとかかってこい。その体を手に入れてやる。ジュースがやられただと。何と言われたの。ちょっと頼みがあんだ。ご飯とクリームを追ってドラゴンボールを探してきてくんねえかな。もしかして奴らの宇宙船にも堂々と入れんじゃねえかと思うんだ。みんな入れてきて頼む。なるほど、それはいい考えです。行きましょう。あなたの体のことは少し気になりますが、悟空さんならきっとうまくやってくれますよ。頼んだ。
それが限界だとしたら、とんだ期待外れだぜ。お前らはこいつらの相手をしていら。はい。おい、グルド様。あいつ逃げやがった。でも今はドラゴンボールを集めるのが先ですよ。そうだな。とりあえずここを片付けるぞ。
ゾ様逃げちまったぞ。言うな。ゾゾ様ってそういうとこあるよな。仕方ない。いつまで使い捨てられるのは俺たちなんだよ。給料上がらねえかな。生きてたらね。少しはマシな動きができるようだな。鍛えがいがありそうだ。お前たちそれをどうするつもりだ。おいおい、オラとの勝負はまだついてねえぞ。本当に入れ替わってたんだな。ドラゴンボール集まったみてえだな。アンキュー、あとはこいつを倒しておめえの体取り戻さねえとな。の相手はこの俺だ。俺たちに支配された格が足る。格の違いを見せてやる。調子に乗るな、この無能が。ああ臭い。俺のそばで息をするなと言っただろう。無能かどうか今度こそ思い知らせてやる。Let's go.
とどめだ。死ねは。チェンジ。シュート、間に合ってくれ。どうやら元に戻れたみてえだな。くそ、今度こそ。これだ。チェーン。もうはいかねえぞ。それが限界だとしたら、とんだ期待外れだぜ。勘がいいわね。あなたよね、私たちの後をついて回ってるのは。目障りなやつだ。ここで始末してやる。こいつらが歴史を変えているやつなんでしょうか。とは、こいつがずっと俺たちに邪魔をしているのか。そうみたいね、ミラ。せっかく私たちが面白くしてあげたのに、がっかりだわ。でも、あなたがギニューと入れ替わっちゃったのはなかなか傑作だったわよ。これは、もう間違いないようですね。この二人が今回の犯人です。余計なことをしてくるからに、よほど腕に自信があるんだろう。うん、そはマシな動きができるようだな。鍛えがい。こんなものか。期待外れだ。面白くもない。もう終わりだ。安心しろ。お前のエネルギーは俺が使ってやる。待って、ミラ。ねえ、あなたの後ろには誰がいるの？あなた一人で時間を超えて私たちに立ち向かうなんてできるわけ。そう、だんまりなの。まあいいわ、ミラ、もう少し放っておきましょう。いいでしょ、どうせあなたにとってはただの雑魚よ。大したエネルギーにもなりゃしないわ。今はまだね。さあ、そろそろ次の時代へ行きましょう。もう少しだけ生かしておいてあげる。でも私たちの邪魔をしたらすぐに消えてもらうから。待ってください、今追うのは危険です。まずは戻ってきてください。お疲れ様でした。今回も見事な戦いぶりでしたよ。これでようやく見つかりましたね。歴史の改変を生み出している二人組が、トワとミラ、そう言っていましたね。あいつらはいろんな時代の戦士からエネルギーを奪っているようです。その影響で歴史が間違った方向に。あいつら一体何者なんでしょう。特にあのミラという男は
ただものじゃ。暗黒魔界の住人よ、あなたたちの時代よりはるか未来。時の海王神様。トアは暗黒魔界の王ダーブラーの妹よ。そしてミラはトアが作り出した最強最あいつらは様々な時代のエネルギーを奪うことで暗黒魔界の封印を解くつもりよ。封印が解けたらどうなるんですか？世界中のバランスが崩れるわ。この世もあの世も宇宙も時間も無事には済まないでしょうよ。そんな、とんでもない奴らじゃないですか。いなくならないものね、悪人って。以前、時の巣を乗っ取って時空を支配しようとしたとんでもない奴がいたんだけど、この気配は。そんな、早すぎる。こんなにすぐ歴史の改変が起きるなんて。とにかく様子を見てみましょう。準備ができたら声をかけてください。